レディオフォーゲーマータップカッコ仮。こんばんは、岡本信子です。こんばんは、マフィアカジタです。はい、日本最大級の総合ゲーム上サイト、フォーゲーマー .net が生放送でお届けする番組、レディオフォーゲーマータップカッコ仮なんですけども、こちら2022年最後の生放送でございます。今年もありがとうございました。皆様、今年も皆さん本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろあった年でしょう。ワールドカップだとか大変だったでしょう。大変でしたよね、きっとね、皆さんもね。ね、だからラストですよね。なんか、カジタさんもきっと生放送自体はこれが、YouTube があるから分かんないか。まだあるな。30日にワシャナマやるからな。あ、そうかそうか。カジタさんを見たい人はぜひね、あの中村さんともやってるワシャナマの方、ね、ちょっと早めの年越し配信になりますんでね、ぜひ見てみてください。まあ、僕は生配信自体はこれがラストになります。本当、僕は31日のリアルイベントの方で、いやきっつリアルカウントダウンイベントで会おうね。おいおい、大晦日くらい休ませてくれいや本当にマネージャーにも申し訳ないですよ。そうか、一緒に来るんで、まあ、マネージャーも大変だなとは思うんですけど、でも31日リアルイベントってことは、他の人も大晦日使ってそのイベント来るんだろう。そうなんですよ、皆さんね、本当ありがとうございます。あ、行きますって方もいらっしゃいますね。いいな、おい、そんないいファンがいっぱいついてるのか。いや嬉しいですよね。会社は宗教法人にしねえか。いや怖い、ないそんなものは一切ございません。はい、そうリアルカウントダウンするんで、会いましょうねって言ってますね。いやそうだから、来てください。まあね、そのご時世から行きたくても来れなかった方もいらっしゃると思うはするんですけどね。あ、わしゃがなも楽しみですと。ありがとう。ということでよろしくお願いします。働きすぎですと。本当だよ。ちょっとのぶくん楽にさせるためにもやっぱ宗教法人にしとく。やばい。何教になるんですか。それは。ガンバルマン教。そう、ガンバルマンとしてね、とにかく人生を頑張るっていう競技で健全にしていきゃいいんだ。そうですね、頑張り方改革、バランスよくっていうことも大事ですからね。さあ、ここでちょっと一通お便りを紹介しようと思います。しこなコロモンさん、ありがとうございます。のぶくん、マフィー、こんばんは。しこばんは。今夜もしこてる、しこてるよ。2022年も各週楽しい火曜日でしたが、お二人といえば4月に挑戦していたペヤング激辛ファイナルの動画もすごく印象に残ってます。普段見ることのできない2人のリアクションや芸人さんのように頑張る姿は貴重で面白かったです。2023年はゲーム以外でやってみたい企画などありますか。以前お話しされてましたが、温泉などのロケ、もう行きたいよ。本当行きたいね疲れを癒してきてほしいなと思います。ガチ感。いやー、あのコラボしてもらえて、うちは本当楽しかった。いや、あれやっぱり、カジタさんすごいなと思いました。そうか、あれ食えない。まあ食えない、無理。俺も人生で一番きつかったけどな。カラスですら吐きますからね、あれは。うん、まあ、カラス吐く吐くな。カラスもあれはカラスですら無理なんで、多分もだえ苦しい。いや死ぬんじゃねえかカラスあれ食ったら。あれやばいって。動物が食っちゃダメよあれ。食べちゃダメ、虐待になっちゃう、あれは。そうだからね、食べてらっしゃる、この番組でも食べましたけど。食べた。一口でもあれだけきついんで。だから俺今度逆の企画やってみて、逆に岡本さんってチコリンで俺甘いの得意じゃないですか。だからそのスイーツバイキングってやつ、マジどんくらい食えんのっていうのを見てみて。ただこれ、アベマの方でやった時、僕30やったん。32個、32皿が限界。32皿限界。何食ったの。パフェとかケーキとか、やべ、なんかまんじゅうだの、団子だの、そうですね、そういうタルトとか。血糖値スパイクでぶっ倒れなかったの。めちゃくちゃ眠かったっ。いやそりゃそうだってやばいって、どか食いは。あと意外と、その血糖値を下げるためってのもあるんですけど、ブラックのコーヒーを置いてたんですよ。でブラックのコーヒーをガブ飲みしたせいで胃が膨らんで全然入んなかったっ。きつ一番体に悪い。一番きつかったのが、あれはなんだろう、なんていうの、カリカリしたツイスト状の、クリスピー、なんかクリスピー感あるやつがめちゃくちゃきつくて、プレッツェルのようなもうぶっといやつ。チュロス。あ、カリントまんじゅうかな。いや、カリントまんじゅうじゃないな。なんだっけ、みんなあれ。そんなバカでかいカリントまんじゅうあんの。あれなんだっけ、みんな覚えてるあれ。ひねりカリカリ甘いやつ。そう、カリカリ甘いやつ。これがカリカリ甘いやつ。ぶっといやつ。で太い。ごめん。そう、お手製チュロス。あ、チュロスか。はい。普通のチュロスじゃないですよ。お手製なんで、もうゴム太なんですよ。1分以内に食べなきゃいけないのに、もう全然入らなかったですね。
ッチな感じになっちゃったそれはならなかった。エッチエッチにはならなかった。エッチな感じにはならなかった。全くならなかったって。しかも結構みんな目ガン決まりながら食べてて、いやもう甘いものはもうちょい楽しく食べてえな。でもそれもうやっちゃったならな、やってもインパクト薄いからな、他のもんにしよう。なんかあそうです、虫どれだけ食えるかとか。ああまあ虫は、うん、あそう僕は思ったんですよ、うん、それこそ揚げてあるやつならいけるかもしれない。揚げ虫な。この前揚げ虫揚げたんですけど揚げ虫、うん、やっぱそのレペゼンさんたち、レペゼンさんたち、あの、うん、YouTuber の方々が、うん、あのムカデを踊り食いしてたんですよね。怖で、うん、ヘラクレスオオカブトもそのまんま生で行ったんです。いやもう虫食い企画もうやめる。 そんなおかしなやつがいるんだから勝てない。もう無理じゃないですか。無理無理。それ見た瞬間に後ろ肌ボタン上げまして無理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 って言われて、さすがに俺兜の あれ系の兜生で行く勇気ないよ。あの嫌っていう以前に命がもったいないっていう気持ちが強い。かわいそうじゃないですか、うん、あれ食い物じゃないじゃん。だっていやあれ、うん、なかなかですよ。全部モザイクになる。でもね、うん、生放送でやったらモザイクにならないんでね、うん、そう生きてるやつです。皆さんねあんま見ない方がいいかもしれないですね。なんか考えとこ、ね、そうですね、なんかやることやりましょう。あの、うん、一番世界で甘いお菓子、あなんか食った瞬間歯が全部虫歯になるみたいなそこまでじゃないですけどあれは僕全然大丈夫でした。本当普通でした。マジかよ。普通のなんかシロップ漬けのドーナツみたいな。俺も食ったよそれテレビ番組で。あそうですよね、うん、バカかと思ってあれ正直あれ1個と、激辛ファイナルを3口だったら、うん、マジで激辛ファイナルの方が結構、いや激辛の方がきつい。あの甘いやつは体に悪そうだけれどもまだ食えるもん。そうですよ、あのいきなり影響あるのこっちなんですよ、うん、辛い方がいきなり影響あると思うんで。そうあれはきつかった。まあ、楽しかったよ。だからそれ覚えてもらってよかったな。いや、ま、俺も楽しかったです、うん、まだ1個あるよ。もう食べてください。どうぞどうぞ。年越しそば。年越しそば過去最悪の年越しになるぞひどいひどいうん。いやね、そうだけどね、皆さんね、気をつけ、はい、あむしろね、あのこういうのやってほしいみたいなお便りもね、うん、ぜひぜひあの企画ちょうだいちょうだいちょうだい送ってください、うん、お願いします。はい、そんなわけで番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。僕たちのメッセージ取られてし、ゲームなどどんな内容でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で forgame@joqr.net forgame@joqr.net 数字の4 gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500分の iTunes カードまたは Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところお名前希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。また YouTube の4ゲーマー SP チャンネルでも同時配信中です。 Twitter で番組のことをつぶやく場合はハッシュタグラジガメをつけてください。そして今回のプレイコーナーではレベル5より好評配信中の PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch 用ソフトメガドン級武蔵クロスを大特集します、うん、前作メガドン級武蔵がパワーアップして基本プレイ無料で登場、yeah. 地球人と異星人との戦いを描くロボットアクション RPG でございます。神ゲー確定ということで、それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップカッコカリ最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト 4gamer.net の提供でお送りいたします。レディオ4ゲーマータップカッコ仮プレイング4ゲーマー
さあここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする体感コーナープレイングフォーゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、メガトン級武蔵クロス。今回はレベル5より好評配信中のプレイステーション5、プレイステーション4、ニンテンドースイッチ用ソフトメガトン級武蔵クロスからプロモーション担当の原田圭介さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。メガトン級武蔵とはね、はい、もう私ズブズブでしてね。おじゃあもう顔見知り原田さんとも、そうですね、もうこれ取り上げるの何回目、5回目くらい、5回6回目くらいですよね。でもそれだけ大好きってことですね。そうなんですよ。ズバリ魅力は何なんですか。まあ、信用いただいてるロボットよ。もうド派手ロボットアクションよ。あとロボットアニメが好きで育った人たちに響くポイントがめちゃめちゃ詰め込まれてる。なるほど。これあれのオマージュだなとか、これあれが好きで多分この要素入れたんだろうなっていうのがすげえ見て取れて、はいはいはい、でそれがやっぱりねロボットファン的には嬉しい。うん、なるほど。ロボットアニメで見たいことが全部入ってる。見たい展開が全部入ってる。あ、そうなんすか。でたまにこんな展開ありかってのが入ってる。なるほど。やばいよ。じゃ、うん、爆発とか。そう、あのイニシエのロボットアニメのその文法にあのレベル5要素が突き込まれた感じ。さすがですね。本当に。さあそんなね、あのメガトン級武蔵クロスなんですけれども、はい、早速ゲームについて説明お願いしてもよろしいですか。はい、ではよろしくお願いします。メガトン級武蔵とは、2022年の12月16日、先日ですね、任天堂スイッチ、プレイステーション5、プレイステーション4にて、基本プレイ無料で、配信中の、新作のゲームとなっております。はい、はい、では、ストーリーなんですが、舞台はですね、あの異星人に侵略されてしまった地球というところが、舞台でして 99.9% の人類がこう死滅してしまったという世界観となっています。はい、で、この、侵略された地球を奪還するためにですね、今スライド映ってます、選ばれし若者たちが巨大ロボットローグに乗って、異星人の勢力ドラクターと戦う、物語となっております。ちなみにこの中に一人人造人間混じってる。人造人間ですか。ロボット混じってんだけど分かる。分かったわ俺。どれ。もう一番右だ。当たり。やっぱりそうなんだ。なんで分かった、なんで分かった。もう顔がもうこの笑顔がもう人造人間感のある。いやいやいや、俺割と衝撃だったんだよ。こいつの皮膚が剥がれてメーカーパーツ出てきた時は。あ、それは怖い、展開が怖い、うん、ほら見てごらん、カチャってことですか。いや違う、あのなんか怪我して。あ、怪我して。お前手がなんだその。すんげえびっくりしたんだからこれ、うん、まあそういうね、あの信じられないような展開も混じっていて。なるほど、面白いのよ。いやでもキャラクター可愛い子もかっこいい子もいっぱいいるんですね。そうなのよ、やっぱあのアフロ気になるだろ。アフロ一番目に一番最初入ったのがあのアフロです。なんか宇宙一でかいロボットに乗ってそうな感じ。あ、そんなに銀河系ぐらいのでかさのロボットに、っていうか、もしかしたらイデの力を使いそうだよ。あ、そうグレンじゃなく。あ、まあ、すみません、話がそれました。あ、続きまして、はいはい、でどういった、ゲームかといいますと、うん、ゲームの基本はですね、ストーリーや、うん、ミッションを進めながら、さまざまな、大小の敵が出てくる強敵とのバトルをこなしてですね、うん、ミッションをクリアするごとにですね、パーツや武器というものが、たくさん手に入るような仕事になっています。はいはい、でそういった、手に入れたパーツや武器をですね、どんどんカスタマイズで強化をしながら自分好みの最強ロボをこう作り上げるというのが本作の魅力となっております。はい、はい、ありがとうございます、はい、で前作の、メガトン級武蔵から、はい、さらにパワーアップして今回のメガトン級武蔵クロスなんですが、うん、今、アニメのシーズン2放送しておりまして、そちらのストーリーの追加であったりですね、いろんな、新しいエネミーの追加であったり、ね、今回目玉が、対人戦というところで、うん、プレイヤー同士で、戦えるようなモードというところも、はい、追加しております。1対1なんですかこれは。3対3ですね。3対3、はい、PVP の要素が、ね、入ったのよ。いいですね。前作にはなかったんだけれども、楽しそう、うん、じゃあ実際に遊んでいきたいと思いますが、はい、今回スイッチ版をプレイしたいと思います、はい、じゃあまずはこれ岡本画面なんですけど、まずやることとしてはカスタマイズでいいですかね、はい、はい、カスタマイズ画面に行こうと思います。アニメも面白いから見てほしい。あ、ダーマスくんが主役ですから皆さん。でこれがダイナモギア買って、はい、今作ちょっと見てみましょうか、追加された新機体となってます。世代の違いを感じますね。かっこいい読みだ。この構えがまずかっこいい、光沢感もかっこいい読みだ。これ流線形になったね、割とね、早そう。確かに機動性が高そう。あ、そうですね、確かに武器変更、いろんな武器をこうやって見れると、あ、すごい
撃用か。なるほどね。なんかいいっすね。なんかこの丸みが結構好きだったりします、ね、僕この胸の部分の。割とね、そのメガトン級武蔵っつったら割と武骨なね、はあ、機体俺最初イメージしてたんだけど、はあ、どんどん機体追加されてさ、はあはあ、ロボットアニメの世代交代っていうか新旧からデザインいろいろちょうどよく取り入れてんだよね、はあ、最初は本当にね鉄人みたいな感じだね。あ、そうなんですね。俺割とそういう武骨系のロボが好きだから。ちょっと武骨作ってみますか。これが武骨かな。じゃあ武骨だね。うわーいいね。武骨じゃないですか。じゃあこれちょっと一回これで揃えてみますか。武骨でゲッター3感あるよねこの顔、この 色もまたいいっすよね。シリトリって渋いんですよこれ。これなんて機体、ゴリラか。ゴリラまんまごっついじゃない。ゴリラアレックスやって、うん、さあそんなわけでできました。いいね。うわうわ武骨、これぞ武骨。またこのゲームの面白いところは機体とパイロットのイメージが、あ、なんか必ずしも噛み合わないところかな。あ、そうなんですか。あのシナジーないですか。シナジーっていうか乗せるパイロット選べるから、はいはい、その例えばこういうゴツゴツの機体にクール系のキャラとか乗せられるわけよ。あ、イメージと違う。一体どんなパーソナリティでそれに乗ったんだろうって想像するのが楽しいよね。実はなんか内面何かありそうですね、うん、そのキャラ。そういうギャップもあるよねって、はい、うん、意外とありそうでなかったギャップだからね。美少女とかもそうですよね、うん、不思議系かっこいいなこいつマジで。かっこいいっすね。ミサイルニードルミサイルめっちゃかっこいいな。かっこいい。うわてか足の太さがいい、うん、かっこいい。細めのもある。そう細め機体もあるんだよ。細め機体もちょっと見てみますか、ね、だいぶ雰囲気変わるからね細め機体。じゃあちょっと足から見ればいいか。足から見れば細いの分かりますよね、まあ、あまあ、ね、細これは細い。あ、それはやめとこ。やめとこ。それは特殊なやつよかなり。でもさっきが一番最初に見せたダイナモギアが、うん、どっちかというと細めっちゃ細めだったってことですよね。うん、そうだね、うん。ホワイトウォーリアー細い。あ、これも結構特別なやつ。あ、なるほど。まあ明らかに技術体系が違って見えると思うんだけど、これ敵のドラクターの機体です、ね。はい、そうですね、はい、なんかいつの間に乗れるようになってたんだろうって思うけど、これ見てください。これストーリー上の展開でなんか乗れるようになるんですか。そうですね、ドラクターの機体は。ちょっとネタバレ含んじゃうんですが、あの今作、うん、まあ、いろいろな勢力がこう、入り乱れてのストーリー展開というところになってますので、なるほど、そういった展開の中で、はい、ドラクター側の機体もプレイアブル可能となっております。アンバランス、明確にローグと違いますもんね。このアンバランス感、俺気持ち悪いな。シコリンのセンス気色が、うん、異形の期待。最後まで見たい方はじゃあぜひ他のね自分でもねそれ見てみてもらえたら嬉しいなと思います、うん、というわけで、コラボもあるということで。そうよ、これコラボもお見せしていいところなんですかね。じゃあちょっとお願いします。コラボ大賞もみんな大好きなあれだよ、はい、これもダークナイト、ダークナイト、さっきの機体の色違いです、ね、ちょっと、はい、お見せしますね一旦。明らかにこうローグとフレームから違うっていう。やべえってこれ。速そうですね動き、うん。これぞ速そう。なんか顔がかっこいいもん。シナジーが特殊だったんだよな。これ全部パーツつけるといい、はい、ガードするたびに攻撃力アップとかそういう、あ、そうなんですか、シナジーついてましたよね。ガード成功するとってことですか。機体のシリーズで、ボディ、うん、左右の腕、うん、足っていう4箇所パーツ付け替えできるんですが、うん、X をしていただいて。うん、もう一回押していただくとちょっと今スキル効果とかが右下に出るんですが、セットボーナスを発動するようになってまして、ほら攻撃をガードするたびに近接ダメージプラス10。ほんとだ、珍しいよな。そういうのがあるんだ。ガードするとパワーアップする。確かに。こういった機体ごとの特徴が、まあ、機種ごとに、設定されるというところでいろいろなプレイスタイルが出るんです。来ました、マジンガー Z とゲッターロボよ。ゲッターロボ OK で大丈夫。さあそんだけでゲッターロボ、ゲッターロボがね、またこのローグのフレームに当て込むとかっちょええんだわ、このゴツゴツ感が。いやーめちゃくちゃかっこいい、うん、マッシブだよね。なんか往年の良さがありますね。やっぱ肩とか超でかいもん。肩とこの太ももの部分、そうなのよ、このノーマル感ってなんて言うんでしょうね。当然だけど変形機構はないのよ、これゲッター1で固定されとるから。あ、まあ、ある意味ではちょっと特殊なゲッターになるわ、ね、いやすごいな、いいですねこれ、うん、かっこいい、むちゃくちゃかっこいい。またこれね、誰乗せても必殺技の時にゲッタービームって叫ぶの、はい、え、だからみんな撮ってんだよゲッタービームのボイス、すごい、収録させていただいてます。
それがね面白いんだけど、やっぱこう世代によってゲッタービームへの向き合い方が違うっていう話になって。あ、そうなんですね。私の年が上の方は過去のゲッターロボ知ってるから貼るんですよ。あ、はい、伸ばすんですよ、ゲッタービームって、はい。でもこれで使う、メガトン級武蔵におけるゲッタービームは必殺技でも何回も使えるんですよね、はい、決め技ではないから、はい、もうちょい軽く芝居してくださいみたいな感じの、ね、なるほど、ゲッタービームぐらいな感じ、ゲッタービームくらい、はい、さらっとしますね。そう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 、はい、そこら辺が面白くてさ、て向き合い方っていうのが違うのが面白くてよ。でマジンガーもそうだよな。そしてマジンガー来ました、うん、これブレストファイヤーでも同じような芝居の演出出たってました。人によって全然違いますね。手めっちゃかっこよくないですか。お手かっこいいな。マジンガーにさらに拳を追加してんの。やばくないこれ。でっかって。ゲッタートマホークと同じようにちょっとマジンガーをモチーフにした武器が、はい、2倍ロケットパンチじゃん。めちゃくちゃかっこいいよこれ。やば。パイロットでもあそこに乗らないですよね、スクランダーにはさすがに。これ頭ですね。これは頭じゃない。あくまでゲあのマジンガーを参考にしたローグかな。うんうんうん、なるほどね。いやコンクリート違うし。超かっけえな。スクランダーもついてる。いやすっげえ。かっけえな。これをずっと見れるでしょうね、うん、特にロボット好きの方は。かっちょええ。じゃあこれ早速なんですけど、おマジンガ使う。あ、僕じゃあ僕ゲッターにしようかな。そのゲッタービーム一応聞いてみたいですね、うん、あみんなの誰乗せるから。あそういうことなんですね。これ初期だと誰を乗せてるんだろう、うん、ですね。まあ、一大事一大事大和なので増田さんの、あダーマス君、はい、行きましょう。ダーマス君でどんなゲッタービームか行きましょう。さあそんなわけで次はどうする。次は一緒に旅ができるとのことで、あさて俺の期待はどうしようかな。バリバリ親がドンピシャ世代だそうです。まあだろうな、親世代とかになるもんな。そうですよね。俺らももう普通に考えたら親世代な。そうですよ、僕らでもですらそうなんだ、ね、うん、聞いてみたい。よし、じゃあ、ミッション誰が部屋作ります。今立てたのでお願いします、ね、はい、ありがとうございます。じゃあミッション行こうと思います。ローカルで検索いただける。俺結構ねもう今まで特集した回で散々ゲッターロボ使ってきたのよ、はい、ああそうなんですね、うん、じゃあ次は何を。今回はちょっと違うやつにしようか。ほい、原田さんのところに入ります。今探します。いました。あこれで、あんこれどうかと、これを変えるにはですね、自分のところで決定を A を押していただいて、はい、そこでカスタマイズここからもできます。そうか、はい、シコリンが一大一君乗せてるから、これ別の人にした方がいいな。はい、あでも変わるのか、選択いただいて読み込み、はい、はい、これで変わったと、はい、俺パイロット誰にしようで、ダーマス君にするにはあもう今なってると、ってます、ね、はい、なりました。あれそっちパイロット中村さんでしたっけ。中村さんですよね。中村さん捉えてる。中村さん捉えてるから俺どの子にしようかな。あそうそうか、あ変えましょうか。いや総合戦闘力ちょっと欲望に忠実に選ばせてもらいます。欲望に女の子、霧島純ちゃんでいこうかな。可愛いの純ちゃん、コスチューム変更とかできるんだ。へえ。今回もあの新規の要素として一部キャラクターに衣装が追加されてたり、どんな衣装してます。気になるな。はい、俺も期待決定しました。総幕もいるよね。可愛い。俺さっきちょっと出てきたダークナイトを使う。はい、あれ岡本さん、あちょっと期待が違う。期待さっき作ったいびつなやつになってる。いい絵で切ってりきし。で、消えた。それでもう一回はい。あれでカスタマイズで、なんで消えたんだろう。できてましたよねさっき。できてなかったんじゃないか。あ、2番目に設定されてるんだ、ほら消えたろ。R で送ってみな。そうです。あー、はーはー、うん、なるほど。R で送っていただいて、うん、でこれでパイロットを押していただけると、Y を押していただけると機体操作変更で、はい。パイロット変えた方がいい。今パイロットが別のキャラクターになってますので、パイロット変更を押していただいて、はい。聞きてんだろ一大一君の声が。聞きたい。A ボタンを押していただいて、パイロット変更で。そうですね、一大寺山とよ。ダーマス君名前がすげえよ、一大寺君だぜ、はい、これで OK ですか。はい大丈夫です。で B ボタンを持っていただいて、はい、これで大丈夫です。はい、ハンガーのゲッタローまたいいな。いきます。はい準備完了、準備完了。まあ
操作方法は、はい、さっき教わった通り気持ちいいです。しばきまくればよろしい。本当は属性とかいろいろあるけど。あ、そうなんですね。有利属性とか不利属性があるわけですね、うん、武器変えられるからね戦闘中、うんうんうん、覚悟システム。ああ飛んできた。なんだこのいい曲。いやーかっこいいね。ちょっとゲッタービーム打つとき岡本さんなりのゲッタービーム聞かせてください。俺も中村さんもやったんで。あ、やって僕なりなんですか。岡本さんなりのゲッタービーム聞かせてください。どんな、わかりました。もしゲッターに乗ったらどんなゲッタービーム打つのか。よしやってみよう。あれこれこいつか。ほい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 、おら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 、やったるぜ。おら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 、もりもり HP が減ってくぜ。おら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 、まずは周りのダックから片付けてもらって。これここのシールドを貼ってるなんかタワーみたいなやつが。やばい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 、ガード。あお、これこれこれ、今更だけど俺ダークナイトあんま向いてないかも。ガードしないんだもん、だって戦闘でガードしねえから一度も。ちょっと待って、一旦見てよ。ヒューン、かっこいいぜ。回復今回新たに追加されたダークナイトとかどんな特性なんですか、さっきのガード以外に。射撃とか打撃とか何が得意なんですか。やばいやばい、弾幕やばい。能力自体は、うん、あの機体によってあの、はい、それぞれあのドロップするパーツで、うん、近接だったり、射撃の能力値が変わるようになっているので、うんうん、基本的にはガードを起点にした攻め方っていうところが一つの特徴に、はい、なってきます。ガードを起点にバフかけていけば、はい、どんな攻撃でも強くなるわけですな。ゲッターはとにかく殴るでいいんですか。うん、よし。オッケーオッケーオッケー、コンボを重ねていくぜ。結局ゲッターはトマホーク使ってなかった、はい、じゃあこれで必殺技をあの R を押しながら、はいはい、そちらクレイ、はい、ダマスクモーク。何を打ったの。ギリギリワール。ああ、ゲッタービームどこに入ってたの。確かに R しながら X ですね。 R です、OK、はい、いきます。ほい、あ、めちゃめちゃ打ってくるやん。ゲッタービーム、OK OK、なかなかのゲッタービームだね。いいですね、いいですね、ダマスク。なかなかの主人公らしいゲッタービームだね。ゲッタービーム。いや、軽い軽い軽い、軽すぎるだろ。いかがでも。軽そうなんですか。ゲッタービーム。絶対これ指導入りますよね。これ芝居現場でやったら。ダメです。ゲッタービーム。もうちょっとゲッタービーム感出してくれます。ゲッタービーム。ダメ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 か。音感ぶち切れるよ。あ、やばいやばいやばい。灰皿投げられちゃう。本気でそれでゲッタービーム打ってんのか。お話もう一回言います。ゲッタービーム。絶対怒られる、怒られるよ。 100% 怒られる。よっしゃ行くぜ。あ、違った、これか。ビリビリドーン、ヒー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 。技名がなかなかユニークだ。ヒー、ほらリモートメガトンパンチ、やったぜ。やった、ビリビリドーン。最後っぺでダメージ食らったわ。回復アイテムない。飛び方いいな。十字キーの上を押していただくと回復できるようになった。あんまり自分の回復アイテム使いたくないですよ。あ、そうですか。ちょこちょこ回復してますんで、うん、はい、シューン。ああ、こいつは厄介よ。空飛ぶから。空飛びやすい。こういった的にはあの射撃系の武器が有効だと。いい。おら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 。痛い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 。おらおら、あ、痛い痛い。おら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 。くらえ。強いな。リロードの直後に回避行動を取るとリロードキャンセルできるから。あ、そうなんですか。使うと悪いな。なるほど。ほい、どこだ、いた、いい、プレイ。おら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 、カトンボ落ちた。イエーイ、もう一気、もう2気倒した、2気倒しましたね。次のエリアです。よし行くぜ。ブーン、ここあれあれ、え、ボス戦、まさかボス戦。あ、めっちゃかっこいい。テトラブローラー。何このデザイン、素晴らしいじゃないか。昆虫系、方向性ダークナイトに似てるし。あ、そうですね。そっちの頭か、敵の機体なんか撃とうとしてる。やばい、やばい、逃げろ逃げろ、一旦逃げろ。これ実際このステージって俺は適当にやってますけれども、塔とボスどっちから先に潰す方が楽なんですか。
個人的には糖、あ、糖、やっぱ糖ですか、糖、意外とこの弾幕が、糖の弾幕がすげえ厄介なんで、ちょっと左の糖から縛ろうぜ、左の糖、うん、今殴ってるやつ、今殴ってるやつ、うん、暗い、いって糖の弾幕マジで痛い、うわー、ちょっと目の前にいるんだけど、よし、これだ、うわ、危ない、あっち行こうかな、ほい、今歌舞伎ファンクション、あ、歌舞伎ファンクションの、はい、お、はい、あ、マフィアが落ちたそんな感じがしました、今確認中で出たのがちょっと嫌な予感が、マフィア落ちましたこの落ちた場合というのは、AI が合流できますこれ、よいしょ、怪しい見たことない画面が出てるから2人で頑張りましょう2人で頑張ってくださいダークナイトが落ちちゃう、ダークナイトがいないなんて辛い、ちょっと2人で勝ってくれよ頼むから、任せてください、なかなか痛いけど回復、やばいやばい、ほいほいほい、やばいやばいやばい、あー、ダメだ、再起動した、再起動したの、締め出されてる、いって、くそ、いって、はい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 、壊したい、早く壊したい、歌舞伎ファンクションはさっき誰が自分です、ああ、はい、じゃ あ, じゃあ僕ですかね、次ぶっぱなしはいいんじゃないかな、何ボタンでしたっけ、プラスを押していただい て上に上ですね、これをくっつけて、はい、その上でトリガー発射、これ重ねると強いんですよね、うん、これは俺は合流できないっぽいな、そう合流しようかった、俺は何だろう、リタイア、うわかっこいい、いいね、早くグレンライザーも使いて、ほら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 、そうですね、先日発表させていただきまして、ね、マジンガーゲッターと来たら俺的にはグレンライザーだろうって思ってポロッと行っちゃったんだけど本当に来ちゃったからダイナミック、ダイナミックコラボだったんですねこれ次はデビルマンかな、行きましたやったー、あ、カシアさんいるじゃないですか、え、ああ、それ多分俺の残骸、残骸なんか知らんけど動いてるからいるじゃないですか、 NPC 化してんじゃないかな、仕事はしてくれてますね、うん、勝った勝った勝ったぜー、ゲッターの飛行形態いいよ、飛行形態いいですね、飛び方がちゃんと飛んでるかな、ありますね、めちゃくちゃ、あ、いい、はい、というわけで、とりあえずワンステージクリアしました、はい、はい、さあ、ここでどうします、もう一戦行くか、着差しちゃくない、行かない、行かせてくれない、俺途中落ちたのに行かないロボットファンが悲しい、はい、ということで今回はメガトン級武蔵クロスをプレイしました、はいはい、まあ、残念ながら俺途中で落ちましたけれども俺散々やってきとるんで、はい、このゲームの面白さはもう今は積もうかなのでね、どうでした、岡本さん、爽快ですね、うん、あと敵のデザインもかっこいいですし、うん、なんか童心に帰れる感がありますね、そうなのよ、なんかロボットに抱いていた憧れとか熱意みたいなものを今この時代に蘇らせてくれた感じ、うんうん、あと簡単操作で必殺技が出るのがいいですよね、そうそうそう、次これ打とうとかなりますね、はい、軽快な形で気持ちいいと、ね、今のねこれ10代前半とかの子供たちが目キラキラさせながら遊んでほしいんだけどね、あ、どうしても俺らはおじさんに向けたプロモーションばっかりやってるからそこもあるんですよね、おじさん向けでもあるんですよ、おじさんはもう絶対好きなのよ、絶対に俺ら世代のおじさん間違いなく好きなのよ、やったね、うん、みんな子供たちにも知ってほしいね、このロボットの魅力を、そうですよね、うん、みんないろんなデザインのやつ知ってるけど昔はこうだったんだよとかも含めて歴史を知ってほしいですね、これ見てる方々ね、あの、もし親世代の方見てたらお子さんへのプレゼントにぜひ、あ、いいですね、一緒にプレイとかしたりしたらまたいい情操教育になります、はい、将来俺らみたいになりますよ子供たち、大丈夫かなそれは大丈夫なのかしら、危険じゃないのかしら、大丈夫大丈夫、うん、さあということでね、はい、最後にお知らせなどございますか、はい、あの本日映像1本お持ちさせていただいておりますので、はい、そちらをお願いします、コロシアムバトル開幕、3対3のチームでいざ出撃、レディーファイト、
ターゲットを決めて強力な一撃を食らわせろ。チーム全員で1点突破を狙うもよし、3回して括弧撃破もよし。やられたら強力な技でやり返せ。こせっかけ村正、仲間と発動する連携必殺技の威力もメガトン級。ローリングブラスター。勝負は最後までわからない。俺こそが最強。メガトン級武蔵クロス、基本プレイ無料で配信中。これが対人戦の PVP、対人戦の、はい、PV となっております。なるほど、はい、いいですね。戦略の幅も3対3だとさらにありそうですよね。なんか2対2が割と対人戦によくあるイメージだったんですけど、ね、これね、3対3を俺らやったのよ、はあ、2,3 回くらい勝負して、はい、もうね、熱くなりすぎた。うん、未来英語を地獄で苦しめって言った俺。なんでそのレベル5の人に向かって。いや、やばいって。大丈夫だ、勝ちゼリフが欲しくて、勝ちゼリフが欲しくてさ、うん、ついその2時間前まで名刺交換してたはずですよね。そんな熱くなりすぎた。向こうも本気、こっちも本気で、おいおい、こっち提供でやってんだから忖度せえよって思いながら本気のバトルをかますわけよ。いや、それで勝ったら本気の喜びわけよ。これは本当に子供の頃に戻れてるわけですね。みんなおじさんたちが、うん、そう素晴らしいゲームじゃないか。いや、楽しかったな、はい、さあ、まだございますか。はい、はい、今ですね、うん、スタートダッシュキャンペーンと、題しまして、今、うん、ご紹介しました、コロシアムバトルで使用できる、うん、限定機体ですね、武蔵サムライレッドという、うん、機体がですねもらえる、キャンペーン実施しておりまして、はい、こちらが、年明け2023年の、うん、1月16日月曜日15時まで受付しておりますので、うん、メールアドレス登録するだけで、こちらの機体がもらえる、コードが配布されますので、うん、ぜひ、ご応募いただければと思います、うん、はい、はい、またこのコロシアムバトルで今、ランクマッチのシーズン、はい、実施しておりまして、ダイヤモンドランクに到達すると、シーズン報酬でこちらの、ドラクターの、赤い機体ですね、ブラッディーゼルという機体が、手に入りますので、ぜひ挑戦してみてもらえればと思います。いいな、本当に。ここが、年末年始にですね、うん、ゲームをプレイすると、お得なアイテムが、たくさんもらえたり、するキャンペーンを、実施予定ですので、うん、ぜひメガトン級武蔵の公式ツイッターの方を、チェックしていただければと思います。はい、はい、で、アニメも絶賛放送中でして、YouTube の、レベル5チャンネルも見て、うん、無期限で、無料公開させていただいておりますので、これすげえんだよな、マジで。ぜひ、皆さんご覧いただければと思います。面白いのよ、もう一気から全部通してみてほしい。主人公をビームナイフで刺してこようとする女の子とか。怖い怖い怖い。テイストが面白いのよ。そういうところどころ演出が面白いのよ、本当。トリッキーじゃないですか、なかなか。あ、さあ、そのさ、詳しくはですね、うん、メガトンキュン武蔵クロスの公式サイトご覧ください、うん。さあ、今回はですね、レベル5より好評配信中のメガトンキュン武蔵クロスからプロモーション担当の原田圭介さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、プレイングフォーゲーマーでした。
レディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー、浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。チーオレ解説員よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速紹介してまいりましょう。まずはこちらのニュースから。家庭向けゲーム専門ブースゲーム基地が発売。ワールド火星株式会社は12月20日没入感を味わえる空間を楽しめる家庭向けゲーム専門ブースゲーム基地の販売を開始しましたということなんですけども、はい、ゲーム基地はプロ e スポーツチームデトネーションフォーカスミーの監視を受け、最適な空間をこだわり抜いて作られた家庭向けゲーム専用ブースです。防音&視覚ノイズを徹底除去、軽量な段ボール素材で組み立て&移動が簡単、外への音漏れをおよそ 30% カットといった特徴があり、カラーはブラック。お値段はフルセットで税込み512,000円。なかなかですね。ゲーム基地デスクプラスサイドラックで税込み33万4,000円。ゲーム基地デスクのみで税込み22万4,000円と。これ夏場はどうなるんでしょうか。どうなるんだろう。段ボールだったら結構あれってあったかかったりとか、その寒さ防いでくれるんだけれども、そうですね、夏場がどうなるかですよね。でもこれ、まあ、移動できる部屋って考えたら安いのかもな。確かに。だってこの手軽さで自分の部屋増設できるんだろう。確かに。あったら手軽でこの値段なら納得かな。フルセットっていうのがどういう、ね、セットになってるか気になるね、めちゃくちゃかっこいいですよね、近未来感って、そうですね、そうですね。中に入ると、気になった方はぜひチェックしてみてください、続いてはこちらのニュースです。ファイナルファンタジーピクセルリマスターのプレイステーション4版とスイッチ版が来春発売。スクエアニックスは12月18日来年の春にファイナルファンタジーピクセルリマスターのプレイステーション4版と任天堂スイッチ版をリリースすると発表しましたということなんですけども、はい、ファイナルファンタジーピクセルリマスターは初代ファイナルファンタジーからファイナルファンタジー6までの6作品を 2D リマスターしたシリーズのことで、PC スマホ版では全てのグラフィックスが新たな 2D グラフィックスで表現され、名曲の数々は上松信夫さん歌手の下で美しくアレンジされています。なおプレステ4版とスイッチ版については現段階で詳しい情報発表されておらず、今後公式サイトや公式ツイッターなどで発信を行っていくとのことです。現在6タイトル全てを収録した上でアナログレコードやドットフィギュアなどの特典を同梱した限定特装版の予約受付がスクエニックス e ストアで始まっています。詳しくはフォーゲーマードットネットの記事をチェックしてみてください。はい、じゃあ俺っち今日はガチャ何見ますか。今日ですねパズドラで、ジョジョコラボが来てますんで、ジョジョ行きたいと思うんですけど、あれ2パージョナさんからいるってことはこれ結構初代からしっかり揃ってる、ね、最新まであのクージョジョリーンまでいるので、めちゃめちゃキャラいるじゃん。ジョナさん、ジョースター、クージョジョリーン、ジョゼフ、ジョースター、東方、ジョースケなどなど、カーズもいると。あとドッピオとかもいるの、広瀬浩一もちゃんといますし、キレオシカゲ、まあ、この辺りですね。奥安もちゃんといる、あ、僕はですねやっぱり岡本さんつながりでね、やっぱジョリーンは氷で滑るやつ、ギアッチョはいなかったですよ。ギアッチョ、まあ、ジョリーンですかね、ジョリーンですかね。あとですね、一応ですねディオブランドだけ確率が低いんで、あ、そうなの、まあ、これは当たりなんじゃないかなということで、ディオブランドも当たったら嬉しいなという流れでございます。ただですね、なんかあのパズドラって石配りすぎなんですよ。なんでもうすげえいっぱいあるんですよ今石が。970個あって、まあ、1回10個なんで、まあさすがに出るんじゃないのかなと。97回、いけます。これいけますね、ガンガン回せるぜ、いけ。可愛い演出は何なんですか。なんか丈太郎の衣装着てるドラゴンが、そう、あの何ですか、髪と帽子が一体化した感じの、特徴的なやつですね。これ虹卵出る可能性あり、虹卵出る可能性ありですね。可愛い、誰だ、じゃあ誰だ、おりゃー、誰なんない、ええちょっと遠くて見えねえんだけど、丈太郎っぽい。ああ、九条丈太郎っぽい。すごい。いいよ。当たり鍋。いいよ。弱いわけないもんね。そう、スタープラチナ。強いっすよね。
この辺りはレアリティは低いもののっていう。アナスイですね。アナスイですね。はい。誰かさん。あ、そうか。アナスイないかも。うわ、出たー。おー、かきょういん。はい、かきょういんです。のりあきさん。大輔さん。いや、まさか外伝でかきょういんの妹が出てくると思わなかったよ。あ、そこまで置いてない。ロバート・イオ・スピードワゴン。スピードワゴン財団の方です、ね。スピードワゴンだね。うん、初代から。ジョースター系に使えてるというか、うん、さあどんどん次は あれ、かきょういんのいとこだったな。似てんだ前髪が。あ、2つも出てる。2つ出てますね、うん、これでもあのカクカクじゃなくて丸いやつが確か当たりなんですよね、うん、なんか虹のやつにも2つ種類があって。シャボンはシーザーか。シーザーエッセペリ、うん、セペリ。なんかあ、変化しそう。あ、変化しますね。これがツルツルの卵バージョン、ね、そうなるとめっちゃいいんですか。これ当たりわけじゃないですか。あ、出た。ジョナサンジョーク。クラッカーボレーだ。アメリカンクラッカーを武器にしてる時の。ジョゼフ・ジョースターか。うん。ちょっと待ってください。なんでアメリカンクラッカーが武器として描かれる時代があったの。スケバンとかも使ってましたよ。ああ。え、覚えてないですか。スケバンは使ってないよ。スケバンがなんかあのアメリカンクラッカー使ってる作品なかったでしたっけ。あ、出たー。え、あ、あ、中村さんだ。中村さん、うん、ブチャラティ。中村さん、まあ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 、いいんじゃないですか、傾向的に。まあ悪くないと思いますよ。悪くないでしょ。せっかくならジョリー見たいっすよね。ジョリー見たいっすね、うん、もういいよ。2個出てる、すごい。うわーっと、かぶっていく。あ、出た。ウェザーリポスか。ウェザリポもそう、うん、はいはい、ウェザリポはね、分かるんですけど、ビネガドッピオ。これボス別枠なの。ボス別枠でいますね。なんで他にもまだキャラがいたりします。なるほど。お、これこれこれ、この2個目のやつですね。この2個目のやつが真ん中2個目。ダブってる。しかも高一くんいたんだ。 FF と高一くんだね。この中にあれだな、スピードワゴン混じってもすげえな。あいつスタンド能力者じゃねえんだけど。、うん、お、虹は多いが、さあ変化するかどうか。そろそろでも演出が減ってきてますね、うん、おいぞ。あ、変化する。変わっていく。来いよ。あれ、あ、別の方。いや、これ初代だよ。あのー、あ、ジョナサンジョースターか。ジョナサンジョースターか。あ、ラックの剣、プラックの剣だっけ。あ、うん、なんか他の町に行ってやるやつでしたっけ。うん、ゾンビ騎士と戦った時。はい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 、うん、ありましたね、そういえば。ギャーめちゃめちゃドッキリ。ギャーやばい。ジョリーンさん、ジョリーンさん出てよ、頼むよ。ディオブランド、ね、あれ、あ、やばくない。ディオ出ないね。ディオ出ないですね。ブランド、その普通。あ、出た。あ、奥安。出ました。金で出るかっこいいよな、うん、ザ・ハント。ザ・ハントの能力も結構ずるいっすけどね。いや、すげえよ。っていうか、あの、ほぼクワバラだからね。確かに。次元堂スタイル、うん、ほぼクワバラだからもう、うん、あー、あー、キラー・ヨシカイか。あ、キラー・ヨシカイか、これ人気ですよね。人気キャラ、人気ですね。キラークイーン。あ、あれ、新規は出てますが、さあ、そろそろなんじゃないですか。無駄に石がある分長い。出るんじゃないですか。おー、今、おー、3つもポン。おー、いいぞ、インスタやってくる。おー、変化するじゃん。もう来たでしょ、これさすがに。何が出るかな。なんだい。おー、東方ジョースケ。東方ジョースケね。結構みんなポーズの描き方がいいね。いいっすね、ジョジョコラボ。うん、ジョジョらしいというか。おいぞ、あの子もいいっすなし。あー、いいんじゃないですか。ポルナレフ。ポルナレフ。まだ元気な頃のポルナレフ。さあ、おいで。老化はしますよね。そうや、ジョジョ新年祭始まるな、また、うん、次のやつ。あ、そうなんすね、うん、俺まだジョジョニオンも読み終わってねえから、何がどうなってるのか。確かに繋がってますからね。世界がリセットされてからちょっと混乱してんだよ。あ、それは、うん、ジョリンからですか。あ、ジョリン5だからだね、うんうん、ストーンオーシャンの後から、うん、おっと、あれ、ちょ、やばくないですか。やばいですね、これ。そろそろ演出もなくなってきたパターン。あんだけ石あるんだよねとか言ってもう半分いっちゃってるからな。さあ、来い。
変化してほしいですね。変化は、あ、変化するんじゃない、これ来たぞ、さすがに変化するんじゃ、来るんじゃない、ジョリン来るんじゃない、ファイちゃん来るんじゃない、何度でもいいよ。あー、ディオですね、ディオじゃん、はい、でも良くないですか、めっちゃいい、ディオいいですね、めちゃくちゃいい、かっけー、3部ディオか、あー、でもそうですね、パーセンテージが上の方のディオですね、そうです、そうです、そうです、出やすい方といえば出やすい方のディオですね、まあ、でもディオかっこいい、ディオかっこいいっすよね、なんか最初は性格は本当俗っぽかったんだけどね、どんどん超越者になっていってるな、神に近いですよね、あ、これ変化するの、じゃあ変化が2つあるんじゃない、変化2つってか、こっちの刀やったら2つありますね、一番いいで焼いてる2つ、あ、出た、子孫ディオの息子、うん、出たな、二色くん、やっぱポーズこれから、確かにギュッていう感じ、うん、ギャー、ジョータロー、出んねでも、ジョータロか、欲しいって言ってるやつだけ出ないパターンか、ジョリーンディオが来ない、ね、あ、でも頼む、これこの真ん中で、いい方の卵、あー、ディオダブってる、ディオあと2回やって、やばいやん、頼むぞ、頼むよ、これ年内最後なんだよ、確かに年内最後なんだよ、空気読んで引き収め、あ、出た、1個、1個出た、おいしょ、変わる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 、来たでしょ、さすがにジョリーンかディオのディオブランド、じゃあこれ初期ディオか、これ初期ディオ、これ一番これ低いやつ、一番低いやつ、1点です、お、なんかついてきた、え、 BGM セットゲットした、かっこいい、もう一枠ありますんで、これ綺麗に出たから、いやこれでもすごいですね、まあよかったな、ジョリンクだ、はい、でもディオ出たから、素晴らしい、ええやん、石仮面ディオ出たから、確かに、うん、石仮面ディオ、人間をやめるぞ、今となってはレアだよ石仮面ディオ、ね、というわけで解説員のオレッチでした、ありがとうございました、以上ニュースオーゲーマーでした。レディオ4ゲーマータップカッコ仮、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたしました。お送りしてまいりましたレディオ4ゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間です。ここで一つお手で紹介します。よしこのなつきさん、ありがとうございます。のぶくん、マッフィー、しこばんは、こんばんは、今夜もしこってる、しこってるよ。先日の寒波で私の住む地域は大雪となり、普段車で20分の通勤に4時間以上かかったり、数日外に出れなかったり大変だったんですが、はいはいはい、途中で雪にはまって抜けなくなっている車を見知らぬ人同士で助け合ったり、うん、近所のお年寄りのお家をみんなで除雪してあげたりする光景を何度も目にして、優しい世界だなとほっこりしました。ぬくもりティーやね、ぬくもりティーありますね。お二人が最近ほっこりしたエピソードがあれば、もっと優しい気持ちで今年を終えられそうなので、ぜひ教えていただきたい。優しい気持ちになったこと最近ある？優しい気持ちになったことですか？優しい気持ちになったこと、優しい気持ちになったことは、あのポケモン の、うん、あのジャンフェスでイベントがあった時に、うんうん、なんかみんなで空気を読み合いながら、うん、どの人形がいいですかみたいなところのくだりをやったところですかね。それぞれが、うん、これ好きそうだなって思ったやつをみんなのところに行くように
選んでましたね。気遣いし合ってましたね、最終的に。それいいなって思いますよね、気遣いがやっぱりね、人間関係の潤滑油大事だから。そう、そうなんですよ。ありますか、何か。ぬくもりを感じた瞬間か。ぬくもりやっぱり。そうだな、いつもいてくれてるショーンさんとかにこうぬくもりを感じたり。ぬくもり、うん、そうだな、ぬくもりは感じてるけれども、どっちかというと家族みたいに近いもんだから、もう家族に近いもんだから、普段の逸脱したものではないよね。なんかもうそこにいてくれて当たり前というか、なんていうか、うん、接しやすいしね、それは。でもぬくもりっていう意味合いだと、そうね、あ、最近ね、はい、エレベーターから出てきたおじさんが、はい、掃除してたのかな、はい、いっぱい道具持っててさ、エレベーターとか掃除をする人、はい、俺が目の前に立ってたものがびっくりしちゃってひっくり返しちゃったのよ、道具を。うわって俺は悪くねえと思うんだけれども、まあ、ちょっとは悪い気もするし、だからおじさんの代わりに拾い集めて、はい、渡してあげた。 いいですよ、ぬくもりだろ、これがぬくもりです、うん、相手の方びっくりしますでしょ、でもね、まあ、ずっとあの怖いなみたいな、凍えてった、まあ、でしょうね。梶田さんの風貌だともうちょっと大きな声で感謝してくれてもいいのにって思った。何かあるのかなみたいな、そんなに持ち合わせはないんですよみたいな、悪気はないんだけどね、純粋 100% 好意で手伝ったんだけどね、あ、そうだったんですね、まあ、時も怖く見えるかもしれない、見た目のせいだと思うし、俺のせいでもあるからね。あ、いやでもぬくもりですね、これがぬくもりっていうね、うん、というわけでみんなね、うん、一緒に今年を、はい、心よく心地よく、うん、終えられそうでしょうか ね、うん、これでね、そうね、そう、なんといってもね、収録回なんでね、うん、次回が、まあ今年最後の放送、はい、生放送になるな、最後でございますということで、うん、新年はやっぱ多分新年一発目は収録会なんですけど、生放送だったらまあ抱負とか聞かれるとは思うんですよ、ね、聞かれるか ね、 そうね、毎年抱負ってむずいっすよね、抱負な、でも今回の収録でさ、それっぽい話しなかったっけ、まあ、っぽい話は、うん、その実は実はというか、まあ知ってる通り、うんうん、まあ来年新年はうさぎ年だよね、うん、みたいなところもろくないからも喋ってて、その前楽しみにしてるから、ね、はい、あ、白回も実は撮ったんですけど、ね、面白かったです。あ、盛り上がったよ、盛り上がった、新年一発目にふさわしい、はい、ただ大幅カット食らってるかもしれない、大幅カットだった、うん、面白すぎたのかな、うんうんうん、はい、そちらもねぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでね、先ほどから言ってる通りですね、次回の新年一発目、1月10日火曜日が収録回と、うん、なっております、はい、こちらですね、チーオレさん、そして番組スタッフ、まあ、長ハーマンさんなんですけども、うん、まあ、一緒にアナログゲームで遊んでいるので、うんうん、お楽しみに。結構難しい方もありましたけどね、はい、あれな、なかなかの遊び応えだったし、ハードル高かったっすよ、新年一発目から滑るのきちいなって思った。そうなんだよ、滑るって言ったらダメ、新年一発目から滑るのきちい、ぜひ見てね。それではお時間です。レディオ方言マートアップかっこり、お相手は岡本信彦とマフィアカジョでした。良いお年を。